れやれ、見つかっちまったか。今日は帰るよ、腰が痛いんじゃ。じゃあ僕たちが揉んであげる。私上手なのよ。勘弁しとくれ。お前たちが揉んだら逆に痛みが増してしまうわい。お話お話、お話お話。わかったわかった、仕方ないね。昔昔その昔、長戸のウィスキールというところに貧乏なキコリがおってな。メティコイスティアン、ユアラマサジ、乙女スキアン。昔々、長戸のウィシキールというところに貧乏なキコリがいました。キコリは妻と一緒に毎日砂漠や荒れ地に行って薪を集めて市場で売って稼いでいました。あんた、一休みしましょうよ。ああ、そうしよう。おっちょこちょいだが気のいいキコリと、おっとりしてるが正直者の妻、二人には子供はおらず、その生活はとても貧しく、日々の食事も粗末でしたが、この夫婦は貧乏など気にもせず明るく暮らしていました。こら、おいらの昼飯食べやがったな。返せ、戻せ。ある夜、キコリは夢を見た。起きろ、貧乏なキコリよ、起きるのだ。目を覚まし、私の言うことを聞け。誰？お前たち夫婦は働いても働いても貧しいままで、実に粗末な暮らしをしておるな。にもかかわらず一生懸命に働き、まことにけなげである。が、何も報われてはおらぬのは哀れでならん。そこでお前たち夫婦に、おい起きろ、私の話を聞け。お助け。黙れ。はい。よし。あなた様はどちら様で。貧しく哀れなお前たちに幸運を授けに来た。幸運？そうだ。よいか、キコリよ、バグダッドへ行き、東門の真下を掘るのだ。そこにまばゆいばかりのお宝が埋まっている。お前たち夫婦のみならず、子供子孫までも大金持ちとなるであろう。大金持ち？そうだ。自分の力でお宝を見つけられればな。この幸運、信じるか信じないかはお前次第。はい。まさかな、あんなうまい話本当のわけがない。所詮夢だもんな、お宝なんてな。夢だ、夢、夢。どうかしたの？なんでもねえ。起きろ、起きるのだキコリよ。また出た。しっけえな。また出たとは何だ。すいません。また夢の中に現れた謎の男はバグダッドへ行けと念を押しました。バグダッドへ行け。このような幸運は二度とないと。二度とない。また同じ夢を見てしまった。同じ夢？悪い夢なの？実はな。まあ、なんて嬉しい夢なんでしょう。その夢が本当なら、借金を全部返して小さな畑を買って美味しい野菜を作りたいわ。おいおい、貧相なお願いだな。一生働かなくてもいいくらいのお宝なんだぜ。
そうなの？まあお宝っていうくらいだからそうだろう、きっと。でもあんた、働かなきゃ怠け者になって罰が当たるよ。まったくお前ってやつは貧乏が体の芯まで染みついてやがるな。お宝なんて夢見るもんじゃねえな。気が散って仕事になりゃしねえ。ほんとね。キコリは祈りました。もうお宝の夢は見ませんように。怖い夢はごめんですと。おいキコリ、怖い夢はごめんとはどういうことだ。なんでわかったの。もうよい。私の話を信じぬのならば無理強いはせん。さらばだ。信じます。あなたの話を信じてバグダッドへ行ってお宝を見つけます。見つけよ、自分の力で。はい。こりゃただごとじゃねえ。3日も続けてお宝の夢を見たんだ。本当に幸運が授けられたに違えねえ。あら、あんた、どこに行ってたの？ロバを売ってきた。え？これでしばらく我慢してくれ。出稼ぎに行ってくら。どこまで行くのさ？バグダッド！見つけてやる。絶対見つけるぞ。妻には大きい農園を買ってあげて、自分は大きな屋敷に住んで毎日大宴会をして王様のように暮らすのだ。お宝の夢に取りつかれたキコリは必死に走り続けました。そして3週間ほどかかってやっとのこと、バグダッドにたどり着きました。なんて人だかりだ。すでに夜も遅く、疲れ切ったキコリは小さなモスクで休むことにしました。それ。翌朝、バグダッドの東門を見つけたキコリは、夢でのお告げが本当であると確信しました。キコリは必死に穴を掘りました。お宝を見つけて自分と妻の夢を叶えてやる。でもその思い以上に貧乏な暮らしに愚痴もこぼさず、いつも笑顔でいてくれる妻から苦労という重荷を解き放してやるのだ。キコリはそう心に誓っていました。しかし、ない何もない、お宝なんてねえじゃねえか。よかった、埋めた穴はバレてないな。なんて愚か者なんだオイラは。
お宝なんて貧乏キコリには無縁なものなんだ。信じるのか。二度と夢の話なんて信じないぞ。疲れ切ったキコリはあてもなく町を歩いていましたが、いつの間にか前日に体を休めたモスクに足が向いていました。キコリは無性に誰かと話をしたかったのです。すると中にはおじいさんが一人しかいませんでした。おじいさんと挨拶を交わして、市場で買ったブドウを一緒に食べながらこれまでのいきさつを聞いてもらいました。本当に夢に惑わされて全く情けないです。お金を稼ぐためには一生懸命に働かねば。夢を信じたからといって仕事を放り出してまでやってくるなんて馬鹿げておる。はい、不思議なことがあるものじゃ。私も同じ夢を見た。え、同じ夢？私の夢にも見知らぬ人が現れてこう言ったのだよ。長戸のウイスキールへ行くのだ。そこに住むキコリの家のロバ小屋の下に宝が埋まっているぞ。さあ行くのだ。ウイスキールのキコリ。朝目覚めてから随分と考えたよ。三日三晩も同じ夢を見たのだから。でも結局夢のことは忘れることにしたよ。え？私はもう年寄りで、長戸はここから遠い。キコリの家も見つけられるとは限らん。あ、夢は所詮夢。現にあなたは夢に惑わされて無駄な苦労をしたではないか。あ、いや、本当ですね。あなたとお話できてよかった。どうぞブドウを食べてください。それでは失礼します。なんてことだ、なんてことだ、なんてことだ。ロバ小屋、オイラの家の。キコリの心にまた希望の光がよみがえりました。バグダッドの東門になかったお宝が自分の家のロバ小屋に埋まっているかもしれないと。キコリは休むこともせず、急いで急いで我が家へとひたすらに走り続けました。この下にお宝が、お宝が。あら、あんた、お帰りなさい。ただいま。お宝は見つかった？なんでお宝のことを？だって夢で見たことを確かめたくてバグダッドに行ったんでしょ。そういうわけじゃ。何も持っていないってことはやっぱりお宝はなかったのね。お宝なんて夢のまた夢よね。無事に帰ってくれてよかったわ。朝ごはんにしましょう。ああ、驚かせやがって。お宝のことはうかつに話せねえ。あいつはおっとりしてるくせにおしゃべり大好きだからな。きっと村中にお宝のことが知れ渡り、正直者の妻は役人に届け出て大騒ぎになるに違いない。おしゃべりなところ以外はいい嫁さんなんだがな。キコリは妻にしばらく親孝行してこいと強引に実家へ帰らせて、その間にロバ小屋を掘ることにしました。長旅の疲れも何のその。キコリはお宝を探し出す喜びで心が沸き立っていました。出てこねえじゃねえか、お宝なんて。騙された。あの夢にもあのじいさんにも。くそ、夢なんか信じねえ。もう絶対絶対絶対信じるもんか。これ、おだHey!
農園を手に入れたら疑われ、あれやこれや詮索されて、役人どもがやってきて、やっと盗賊が。ダメだ、夢は後回しだ。誰にも渡さない。これは自分が苦労して見つけたものだ。お宝のことは絶対口にしない。妻にも秘密だと強く心に誓う木こりでした。翌日、木こりはロバを買い戻し、自分のことを知る者のいない遠くの町へ出かけて、お宝の一部を監禁しました。大金を手にした木こりは思わず気持ちが舞い上がってしまい、上等な肉や新鮮な野菜、妻への土産を買ってしまいました。しかし、浮かれてしまってはいけない。妻や村人たちに怪しまれないよう、以前と同じ暮らしに戻ることにしました。夏は薪になる枯れ木を集め、冬には家畜の餌になる枯れ葉を借り、長戸の市場で売る。それで得たお金に少しだけお宝を換金した分を足して妻に渡すことにしていました。おかえりなさい。ただいま。まあ、今日も高く売れたんだ。こんなに？うん、ありがたいね。妻の喜ぶ顔を見て、木こりはとても幸せでした。ちょっと買い物に行ってくるわね。ああ、ゆっくり行っといで。おや、新しい服をあつらえたのかい？うらやましいね。あ、こないだお肉いただいちゃってありがとうね。みんな喜んでたよ。それはよかったわ。稼ぎのいい旦那さんでうらやましいね。あいつ、近所に肉を振る舞ってたのかよ。余計なことしやがって。村のやつらに怪しまれねえかな、まったく。こいつはオイラだけのもんだ。誰にも渡すもんか。キコリは仕事をしていてもお宝のことが気になってしまい、途中で放り出し、一目散に帰ってお宝が無事か確認していました。少しでもお宝から離れていると、いても立ってもいられません。時にはお宝が盗まれる夢を見てしまい、おちおち眠ってもいられず、何度もロバ小屋の様子を見に行ったりしました。日に日に木こりの不安は増していきました。どうかしたの？いや。大丈夫かい？なんともねえよ、早く寝な。そしてある日、町でお宝を監禁した帰り道、誰かに後をつけられているのではないか、お金を取られるのではないかと疑心暗鬼になり、平静を失ってしまいました。あんたかい？あら、どうしたの？あんた帰ったの？ロバがだいぶ疲れて。あんたも疲れてるわね。ああ、晩飯の用意を頼むぜ。あいよ。安心しな。お宝はオイラが守ってやる。オイラのもんだ。キコリはお宝のことを気に病み、寝込んでしまいました。妻は一生懸命に看病をしましたが、一向に治る様子はありません。精をつけるために上等な肉を使ったスープを作っても喉を通らず、高価な薬を飲ませても心の病には効くわけがありません。キコリは次第にやつれていきました。その頃、村ではキコリは病気で寝たきりなのに、お金に困っている様子がない。みなりも新しい服をあつらえて清潔にしている。どうやら上等な肉を食べているようだ。高価な薬も手に入れてるらしい。などと、キコリ夫婦の噂が広まっていました。村の人たちが奇妙に思っているのも当然だわ。
薪が高く売れたからと渡されるお金がいつも多すぎたし、あの人バグダッドに行ってから様子が変だもの。何よりも高いお薬が効かない病気になってしまうなんて。バグダッドで何かあったんだわ、きっと。なんだって村の奴らがそんな噂を。なんてこった、なんてこった、なんてこった。ねえあんた、そんなに気にすることないんで。気分転換にロバと遊んでくる。そうかい、私ったら本当おしゃべりなんだから。どうするどうする。あんな噂が広まっていたのなら、お宝のことが知られてしまったのか。いや、そうなら役人どもが確かめに来てる。いやいや、それ以前に耳ざとい盗賊たちが奪いに来てるだろう。だから今のうちに隠し直すしかない、別のところへ。村の奴らに何か見つけられてたまるか。その前に神さん、また実家に返さなきゃ。実家に、これ、うん、夢の。そう、おった、お宝。腰が抜けそうだよあんた。夢のお告げは間違ってたんだ。え、キコリは妻にバグダッドでのことを、お宝を妻にも秘密にしてしまったことを全て正直に話しました。でもねあんた、このお宝は毒だよ。なんでだよ。体も心も病んでしまったのは、このお宝を守るためだったからじゃない。これはオイラたちの幸運だぞ。私はそんな幸運いらない。今までどんなにお金に困って苦労してきたかは身に染みつくほど分かっている。でもね、あんたのようにお宝に取りつかれておかしくなったら全ておしまいよ。どんなに苦労したって、二人で元気に働いて生きてさえいれば私は幸せだからね。でもな、体と心を壊してしまったら元には戻れないわ。お宝の心配をしてやつれていくあんたを見て生きていたくない。あんたと共に今まで通り明るく楽しく生きたい。その毎日が私のお宝よ。ありがとよ、何よりも嬉しい言葉だ。なんてこった、オイラにはもったいねえくらいのいい神さんだ。私はこんなお宝になんか負けないの。言ってくれるね。盗賊、盗賊か。やっぱり大丈夫か。え、何、あら、怪我はないか。二人の悲鳴が聞こえたんで、てっきり泥棒に襲われたのかと。ああ、まあ、旦那は病人だし、これは大変だと。まいったな。と騒がすな、旦那を持つと大変だな。みんなありがとうよ、これからもよろしくね。お宝はどうなったの。恵まれない人たちに寄付をして村のために使って、余った分を村人たちと分けたんだとさ。なんだか損をしちゃったね、キコリさん。キコリ夫婦は手に余る大きなお宝という重荷を捨て、小さいが大きく育つ子宝というお宝を授かったとさ。